はい、どうも、水ギャンです。本日の動画なんですけど、UUUMが、昨日、UUUM、クリエイターを守るための誹謗中傷及び攻撃的、投稿対策専門チームを設置というね、ニュースリリースを出しました。で、まあ、これはね、こう、テラスハウスに出演していた女子プロレスラーの木村花さんの一件を受けての話だと思うんだけど、具体的な、こう、話をしていくと。で、弁護士や警察など専門機関との連携を強化し、断固とした法的措置へ移行。で、悪質な権利侵害に対しては、クリエイター個人の権利を守るためにUUUMがより踏み込んで主体的に対処。クリエイターへの誹謗中傷、攻撃的投稿の収集、推進。誹謗中傷、攻撃的投稿者の発信に、発信者に対し、SNS 上でUUUMより直接コンタクト、クリエイターの不安を和らげるためのメンタルケアを含む相談窓口の拡充、UUUMが対策の対象とする誹謗中傷及び攻撃的投稿の明確化、攻撃的投稿へのより踏み込んだ対策に向け、SNS プラットフォーム各社との対話を進めますと、まとめて書いてある。で、UUUMがね、悪質な権利侵害として具体的に挙げているのは、クリエイターが犯罪行為を行っているとする、投稿、これ名誉毀損だと。で、クリエイターの住所を投稿するプライバシー侵害。で、クリエイターへの殺害予告。UUUMへの爆破予告、具体的な不利益を与える脅迫ということなんだけど、この件について僕の考えを述べていきたいと思う。で、僕も実際ね、 SNS や YouTube 上で誹謗中傷を書かれることめちゃくちゃ多いです。で、勝手に住所を特定され、晒され、砂一トンが送られたり、郵便ポストにいたずらをされたこともある。で、あとね、一昨年、去年なんか連日のように殺害予告を受けた。で、僕への殺害予告なんだけど、通算で多分150回以上超えてんだよね。てか150回じゃないや。だって去年一昨年でトータルで200回ぐらい受けてるから、多分僕がネットで活動して10年なんだけど、トータルで多分500回以上受けてんだよね。で、物申す系のジャンルだからこそ、物申した相手のファンとかから恨みを買いやすい立場なのはわかるんだけど、実害が起こることをね、実際にやっちゃいけないでしょって、俺そういうふうに、まあ、思ってるんです。で、こう、ただね、こうネットには、批判と誹謗中傷を一緒にこうしている人も多くいるだろうし、で、いけないことをして批判を浴びた結果で、批判と誹謗中傷を一緒にまとめて、で、自分を正当化にするね、道具に、くくる、YouTuber も出てくるだろうから、きちんとね、こう、その区別はしておきたい。で、例えばね、こう、ある YouTuber がね、お金をたくさん使う動画ばかりを投稿していることについて、で、不愉快だと、で、面白くないよねっていうのはただの感想だし、で、批判だから、これ別にね、権利侵害とかに当たらない。しかしね、その YouTuber が過去に詐欺を働いたというのは事実無根の誹謗中傷だから、これ、権利侵害としてアウトになるよねっていうような話なんだよね。だから、その、僕もね、こう、そのある YouTuber さんに関しては、以前僕、詐欺とは言ったことないんですよ。これはもう、あの、悪質なやり方だよねと、言ったことはある。で、結構ね、これね、こう、表現ってすごく難しいんだよね、そういう部分においてね。で、まあ、そこら辺のね、まあ、そう、詳細に関して、で、どうね、そう、誹謗中傷と批判っていうのが分かれるのかについては、まあ、これ弁護士の、ね、先生とかがもしかしたらね、動画とかで、すでにこうね、投稿してるかもしれないので、まあ、そういう動画をね、まあ、見ていただければいいよねっていう話だったりとかするんだけど、で、ちょっとね、このね、UUUMの今回出したガイドラインについて、で、俺がね、こう思ったことがあるんです。で、まあ、どういうことなのかというと、まあ、今までもさ、そのUUUMの YouTuber って結構いろんなことで炎上したりとかしてるじゃないですか。まあ、例えばね、まあ、そう、桐崎英二君だったり、で、最近だとね、UUUMの、所属しているクリエイターのななこちゃんとかね。で、まあ、これまでもそのはじめ社長であったり、で、ヒカキンさん、まあ、ヒカキンさんは正直しょうもない炎上だなと思うんだけれども、まあ、結構バンバンいろんな YouTuber が炎上してきたということが、ありますと。
で、それについてじゃあね、物申すっていうことっていうのはすごく僕大事なことだと思うんです。はい。けれども、まあそのね、物申してるこう内容の中で、あいつは死ねばいいのにとか、あいつはね消えてしまえばいいのにとか、そういうことを言ってしまうのはね、アウトだと思うんだけれども、このね、炎上する上でのその炎上した結果での批判っていうのは、これはやっぱりね、クリエイター側に関しても受け止めなきゃいけないというふうに思うんです。で、そう、そこのところを一緒にしてこう語ってしまうことが今後のそう懸念点として僕はあると思っていて、その辺のところをウームはどうすんだろうねって話で、実際問題やっぱりさ、炎上してしまった場合で、いろんなことを炎上した側って言われますよ。で、言われることっていうのは、僕は YouTuber である以上、そのある程度のその批判に関しては、で、甘んじてやっぱ受けなきゃいけないところってあると思うんだよね。で、まあ桐崎英二君が過去にその問題行動をしました。で、それについて、あれはいけないよねと、あれ絶対良くないことだよねということであったりとか、で、奈々子ちゃんに関してもね、その自粛期間中に確か沖縄に行って、で、まあそれが批判浴びましたと。で、開き直るような配信を言う、ね、ツイキャスでやったと。で、それはどうなんだと。人のね、こう気持ちとかそういうのをこう逆なでするから、あんまりいいことじゃないよねって。でも、そういうものも、他の誹謗中傷と一緒にしてこう考えられる可能性っていうのだってあるし、で、それをクリエイター側が自分を正当化するためにこうやる可能性がある。だから、ウーム自体もしっかりと炎上しないようにクリエイターを管理してほしいよね。いや、もちろん誹謗中傷する側、僕は擁護しません。誹謗中傷するやつは悪いし、ね、暴言吐いたりとかするやつも僕は良くないと思ってます。けれども、この事務所としてね、まあもちろんそう誹謗中傷対策をやるのってのは大事なんだけれども、ただ、そうね、炎上するようなことをわざとね、この仕掛ける YouTuber っていうのも中にはいるわけじゃないですか。まあある種炎上商法みたいなことやってる YouTuber だっていたりとかするし、で、炎上商法をやるってことはさ、要するに人の反感を買って、それを再生回数にこうつなげたりとか、まあするわけじゃないですか。じゃあ炎上商法をやりました、批判たくさん浴びました、それを誹謗中傷だ、おかしいって言って正当化してたら、どん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 僕 YouTube の世界も治安悪くなっていくと思うし、で、それこそね、まあそのみんなが、そう、自分の意見っていうのを自由に言いづらく、まあ、なってくるというふうに思う。で、やっぱ YouTube っていう世界はいろんな人がね、そう、いろんなこう自分の意見っていうのを、自分の主義主張、それをね、やっていく場所だと思うし、そうやった方が、そうなった方が僕はね、こうどん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 こう YouTube の市場で YouTube の動画を見る人、 YouTuber になりたい人増えていくと思うから、 YouTube が活性化していくと思うんだよね。で、まあ、そのウームがこういう対策を取るっていうことで、かなりこれ厳重にこのガイドラインっていうのをしっかり敷いてもらいたいし、で、かつね、そのガイドラインを逆手に取って、で、YouTuber たち、ウームの中にいるこう YouTuber が、まあ、わざとね、当たり屋みたいに、で、炎上商法をかまして、で、大批判浴びて、で、誹謗中傷だって言ってこうやらないようにしてほしいなっていうふうに僕はね思ってる。で、実際やっぱりそこはやっぱ区別をね、ちゃんとつけてほしいなって思うの。で、まあ今までさ、まあウームって散々まあ YouTuber 炎上してきたじゃないですか。で、まあどこまでその管理をね、してたのか僕は分かりません、ウームがね。動画の内容までこうしっかりとチェックして、で、それからウームの YouTuber が動画上げて炎上したのか。で、それとも、ね、違うのか、クリエイターが勝手にね上げて、で、その動画をね、まあ、ウームがただこう管理をしてるだけなのか分かんないけれどもね、まあ、ウームの中詳しく分かりません。だから僕はね、そう、正直ウームがこうやってガイドライン敷くんだったら、まあ、自分のところのクリエイターも今後ね、もっとこう厳重に管理してくださいねっていう話だと思うし、で、そういうところをこう抜きで誹謗中傷対策チームね、攻撃こう投稿対策チームを作りましたって言われたところで、ちょっとね、僕としてはまあどうなんでしょうねというふうに、まあ、思うところも、正直あります。はい。ただ僕はその誹謗中傷であったりとか、そのね、攻撃的投稿っていうものを擁護する立場ではないというのはね、この皆さんに分かっていただきたい。
ただその炎上する YouTuber がこれを逆手にとってやりたい放題ね、やっちゃうことが僕はどうなのかなって思うんで、今後そういうことが起こらないようにしていただきたいなというふうに、炎上対策しっかりね UUUM の方やっていただきたいなと思ってますよ。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、本日の動画ですけれども、これを聞いてですね、まあ、皆さんご意見の方自由にコメントをね書いて残していただければなというふうに思っておりますし、で下のこう評価欄のところですね、ぜひグッドでもバッドでもどっちでもいいのでぜひ押していただけるとですね、まあ、今後の動画のモチベーションとかにもつながっていきますので、よろしくお願いします。ということで以上、みずぎゃんでした。じゃあね。